皆さんこんにちは、ビューエージェント大林です。今回は自宅でもできる下半身のトレーニングでですね、ヒップリフトという種目をご紹介していきます。ヒップリフトというね、文字の通りですね、お尻を鍛える自重トレーニングの代表的な種目になります。お尻だけじゃなくて太ももの裏側、ハムストリングという筋肉も鍛えられますので、女性にはね、もちろんね、ぜひやっていただきたい種目ですし、男性でも腰痛の予防改善なんかに、特にお尻、ハムストリングを鍛えるというのは非常に効果的になってきますので、ちょっとね、腰の張りが気になるなっていう方にもコンディショニングとしてやっていただくと結構効果がね、出たりするので、ぜひぜひね、やり方を覚えていただいて、ご自宅でチャレンジしていただければと思います。で、やり方なんですけども、床に仰向けに寝ていただいて、膝がね、だいたい90度ぐらいになるように膝を立ててください。で、足幅は、下半身の種目に大体共通してますけども、腰骨の延長線上ぐらいに、両足が来るように、それでやりづらければもうちょっと広く肩幅ぐらいまで開いていただいても構いません。腰骨から肩幅の間ぐらいというふうに意識をしておいてください。で、つま先は両方まっすぐ前を向けておいてください。で、この姿勢から両手は自然に体の横に置いておいてですね、息を吐きながらもうシンプルにお尻を上げていくだけです。で、戻して、という感じでね、やっていきます。で、シンプルな動きなんですけども、実はね、注意してほしい点が2つありまして、1つ目は、足の裏のかかと側にしっかり力を入れて動かしていく意識を持っていただくということですね。イメージですけどね、こういう感じで床を押してしまうと、お尻とかハムストリングじゃなくて前ももに効いてしまいます。こういう感じでね、つま先でグッと押し込むような感じで力を入れてしまうと、なのでかかと側に重心を置いて、逆にグッとね、足を自分の体の方に引き寄せるようなイメージでグッと力を入れていただくと、しっかりお尻とハムストリングに力が入るようになります。つま先重心で前に押し込むような意識でやると前ももに効いてしまうので、かかと重心で足を自分の体の方に引きつける意識で動かしていただくように意識をしてください。そして2つ目なんですけども、しっかり腹筋に力を入れながら上げていくというところにあります。このヒップリフトなんですけども、腰が反ってしまうと実は思うようにお尻に効いてくれなくなります。よく女性にありがちなんですけども、女性って反り腰の方が多いので、そのまま何も意識せずにお腹の力が抜けてしまうと、腰が反ったままね、動くことになってしまって、お尻に、思うように力が入らなくなってしまうんですね。なので腹筋にグッと力を入れて、息を吐きながら、ちょっとね、骨盤を後傾させる、ちょっとイメージが難しいですけどね、ここからこういう感じ、こういう感じで、イメージですけどね、お腹に力を入れていただいて動かしていただくと、しっかりお尻に力が入るようになりますので、この腹筋の使い方というのを意識してみてください。で、このヒップリフトなんですけども、もちろんね、何もなくてもね、鍛えられるんですけども、これだとちょっと負荷がね、弱すぎて足りないよっていう方が女性でも結構いらっしゃるんです。なので、負荷を増やすためにいろんなバリエーションがあるのでね、ちょっとそれをご紹介していきます。まずは両足でね、余裕でできるようになってきたら、片足で やっていただく。その他にはこういう椅子とかね、ソファーなんかを使っていただいて、この上に足を置いていただく。そしてヒップリフトをやると可動域が大きくなるので、
より強い刺激がお尻ハムストリングに来るようになります。でこれも楽にできるようになったら片足でやると見かけ以上にきついですので、ぜひねチャレンジしてみてください。で本当は、この上のね超上級編でバランスボールを使ったバリエーションもあったりするんですけども、なかなかね運動経験の浅い方には難しすぎますし、まあもともとバランスボールがねご自宅にある方って少ないと思うんで、まあこういう椅子とかソファーでしたらねどなたのねご自宅にもあるかなと思いますので、こういったものを使ってね工夫してトレーニングしていただければと思います。今回はですねご自宅でできるお尻とハムストリングのトレーニングですね、ヒップリフトという種目をご紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。